今日も To Be Winner ということでよろしくお願いします。今日はですね、ウィンドミル、またこれに挑戦しに来ましたよ。相変わらず、YouTube テニスクラブさんの方のね動画を、拝見させていただいて、またウィンドミルのスイングをね極めるべくやってみています。僕ですね、ウィンドミルかなり意識的にちょっと使ってみたいなと思って、長く取り組んでるんですけど、まあなんかねやっぱりこう使いこなせてないんですよね。まあ、使いこなせないっていうのはまず何ですかね、思った通りにコントロールできていないっていうところがちょっと自分の中で不満で、まあいろいろ試させていただきながら、ずっと取り組ませていただいているというところですね。で、まあ、ウィンドミル基本的なところは、まず低い打点で取る。あと、ボールの外側を捉える。あと、フィニッシュを右耳の横にする。とにかく、縦のスイングで、縦の回転で、回転量を増やして、いろんなことをしましょうっていうのがコンセプトだと思うんで、まあ、基本的に自分もそれを目指してね、やってますんで、このウィンドミルまた、いろいろと基本を確認しながら、取り組んできました。その動画になりますので、ぜひご覧ください。で、ウィンドミルなんですけど、まあ、自分がなんでウィンドミルやりたいかっていうと、一番はですね、まあ、使いたいショットがこれが打ちやすいっていうところですね。自分がやりたいのは、主にこのウィンドミルでやりたいのは3つですね。まず1つ目が、バックハンドの高いところに、相手の、ね、バックハンドの高いところで打たせるようなボールを打つ。つまり、トゥーザバックハンドって金子プロがおっしゃってるんですけども、まずそれをやりたい。まあ、バックハンドの高い打点ね、両手の方も難しいし、で、片手の方はね、やっぱり鬼門と言われるぐらい、バックハンド側のね、高い打点、難しいところ、力が入りにくいところですので、まあ、できるだけ相手にそこで打たせるために、そういうボールを打ちたい。あともう一つがですね、アングルショットですね。僕やっぱりね、パワーそんなにある方じゃないし、で、やっぱりボールの厚みをね、ちょっとコントロールするのが多分苦手な方なんだと思うんですよね。感覚的にあんまりそれが得意ではない。なんで、どっちかっていうとコートを広く、だスピードボールで相手に押し込んでいくっていうよりは、コートを広く使って相手をこう追い出したりとか、で、相手を崩したりとか、そういうことができるようになりたいなと思うんです。アングルショットっていうのをすごく練習しています。あともう一つですね、これはね、もうね、YouTube テニスクラブさんの動画を見ててかっこいいなと思ったからっていうのもあるんですけど、インですね。いわゆるダウンザラインをダウンザラインで返すっていう、これをやりたいなっていうのがあって、それで、まあ、ウィンドミル、すごく意欲的に練習させてもらってます。特にインはね、ちょっと前に入って、で、なんていうんですかね、すごく、ちょっと前に入ると、やっぱり、ボールをダウンザラインで打つのってすごく難しいじゃないですか、距離が短くなるんで、それでいてネットを越えなきゃいけないし、なんでこう、ネットのね、ネットよりも低いところで打たされるんだけど、そのネットよりも低いところから打たせて、ネットよりも高く打ち出して、でもそこから回転でクイッて落ちるっていう、それはね、やりたいですね。僕みたいな素人はね、やっぱりね、こう、前に出されるとね、弱いんですよね。しかも前の低いところですか。まあ、僕もそれね、狙ってやっぱり意識的にバックハンドスライスとかで少し浅めに打ってみたりとかっていうことすごくするんですけど、できてるかどうかは別として、でも狙ってはいるんですけど、やっぱりね、そこに打たされるとね、やっぱりこう、それを一回持ち上げてクッて落とすっていうのはすごく難しいんですよね。だ、それを、YouTube テニスクラブさん、見てるとね、みんなすごくうまくウィンドミルでストレスをパーンっていうボールを返す。それをやれるようになりたいなっていうのがありますね。まあ憧れですね、こればっかりはね。で、実際ウィンドミル打ってみてるんですけど、ウィンドミルに限らないんですけど、僕やっぱりね、ボールの厚みのコントロールっていうのがすごく苦手で、で、まあこのウィンドミル打ってみてて、例えばアングルショットで打ちたいってなると、まあ回転はかけつつも、ちょっとこう、低い軌道で、さっきみたいなのが良かったですね。さっきぐらいのボール。まあ、このぐらいのボールでも僕的にはちょうどいいんですけど、ボールの軌道の高さを少し、こう、低くするっていうのはすっごく苦手で、まあ、薄くなっちゃえば、どんどん僕のボールって上に上がってしまうし、
熱くなってしまうと、まあ、この熱く打つっていうのが多分僕苦手なんですけど、熱く打ってしまうとやっぱりそのネットに刺さってしまう、だその両極端になってしまって、そのちょうどいいところっていうのがすごく苦手なんですよね。まあ、薄く当てつつ軌道を下げられればすごくアングルショットって有効だと思うんですけど、薄く当てるとどうしてもこんな感じでね上に行っちゃうんですよね。まあ、正直ガチっちゃう、いわゆるオフセンターショットになってしまう、ちゃんとしたいいところで捉えられない、ああ今みたいのが向上的に打てると気持ちいいですね。そのくらい、あのくらいのボールがずっと打ち続けられるのが理想なんですけど、まあなかなかそのコントロールがうまくできないなっていうのが自分の中の印象ですね。こうして動画見てるとやっぱ下半身安定してないですね。なんかこう骨盤に乗ってこうグイッていう感じがどうしてもない、なんかこう手打ちっぽくなっちゃうんですよね。そこのところをもうちょっと意識して改善していかないと。でウィンドミルでやっぱり、まあ、自分なんかはさっき言った3パターン、まあ、普通のストロークだと例えばこの位置から打つんであれば、まあ、普通のクロスに高い位置に打つっていうのも一個、まあ、でもそれだとフォアハンドで逆襲食らうかな、まあ、でも深く打つっていうのも一つ、あとアングルショットをで相手を外に追い出すっていうのが一つ、もう一つやっぱりこの位置からでもトゥーザバックハンド、バックハンドの相手の高い打点で打たせるっていうのを打てるようにしておきたいですね。そのバリエーションがあるんで、まあ、ウィンドミルだからアングルショットだろうなとかっていう風にならずに、相手をびっくりさせるっていう効果もあると思うんですよね。まあ、こっから、バックハンド側にダウンザライン、かっこいいですよね。ウィンドミルなら、割とその、エッグボール的なボールも打ちやすいので、ただその、ね、いくつかを打ち分けるってなると、やっぱりその、ウィンドミルでの当て方の、ボールとラケットが当たるその厚さですから、この厚さのコントロールがうまくできないとね、軌道を下げたり上げたりっていう部分もあるんですけど、その厚みを変えるっていうのでやっぱりコントロールしていかないといけないかなって自分の中は思いましたね。だからそれがちょっと苦手かな、だからそこのところもっとしっかり練習しないといけないかなと思いますね。あとですね、やっぱり打点がちょっと後ろ向きになりすぎるんですよね。なんかウィンドミルで当てようとして、打点を意識的に前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 に持っていこうとはしてるんですけど、その前に前にがやっぱり苦手で、まあ、そのせいかちょっとボールの外側を捉えるっていうのはあんまり上手じゃないですね、やっぱりね。こうやって真ん中の方に高いボール打っちゃって、まあ自分結構試合の中でもこうやってウィンドミル意識的に使って、ね、相手のバックハンドの高いところを狙ってみたりとかするんですけど、ちょっとね甘くなっちゃって、ああやってセンターにね高いボール打っちゃうと、やっぱりフォアハンドでね、高いところでドーンって打たれますよね。逆襲を食らうのが怖くって、なんとなくこう、やっぱり、トゥーザバックハンドを打つのをやめてしまうっていうパターンはすごく多いですね。なんで、これはね、なんとか安定させて、そういうショットにね、つなげられないように、ちゃんと相手のバックハンドが高いと狙い続けられるようにしたいなっていうのがありますね。あとは、アングルショットですか。ショットね、狙うと確率悪くって、それがミスになって相手にポイント取られちゃうんですよね。まあ、そうならないようにやっぱり確率高くアングルショットを打ち続けられるようっていうのが目標ですかね。なんかこうやっぱり自分が打ってるウィンドミルがなんかこう YouTube テニスクラブさんのねボールと違ってなんかなんていうんですかね、いいボールになってないですね。なんかスピンかかってるのかな。なんか YouTube テニスクラブさんのボールなんか全部パンパンっていうウィンドミルになるんですけどね、僕のなんかちょっとカスッカスッカスッっていう感じ、なんかコントロールもできてないし、まだまだ練習が必要だなってすごく思うショットでしたね。でもなんかやっぱりウィンドミルすごく多彩なボールになるんで、これはじっくり練習したいなと思っています。ね、ぜひ体の使いの方なんかもね、まあ、素人なりに頑張ってますので、もしよろしければ皆さんも取り組んでみてほしいなと思います。ではこの動画がもしよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今後もね、いい動画撮りたいと思ってますんで、ではまた。